アイリスは太陽光球とコロナの間にある細藻及び繊維層を紫外線で観測する太陽観測衛星。アメリカ航空宇宙局によって2013年に打ち上げられたエクスプローラー計画小型探査機スマックスシリーズの一機である。太陽光球の表面温度よりもその上空のコロナが熱源から遠いにもかかわらずはるかに高温であることは コロナ加熱問題と呼ばれる太陽物理学の未解決問題であり、その加熱機構が長年にわたって研究されてきた。ロッキード・マーティン太陽天体物理学研究所によって提案されたアイリスは、紫外線による観測で太陽光球のエネルギーがどのように細層や繊維層を運ばれコロナを加熱し太陽風を駆動するかのメカニズム解明を目指すもので、 そのモデルを明らかにすることで宇宙天気予報の精度を向上させることも期待されている。NASA は2008年5月29日1億500万ドル以下のコストで実現可能な小型探査機スマックスシリーズの公募に応じた32の提案の中より6つの案を候補として絞り込み2009年6月19日にその中より太陽観測衛星アイリスと x 線天文衛星ジェムズを選択した。アイリスの製造とテストは、ロッキード・マーティン・スペースシステムの先進技術センターが担当し、打ち上げ後の衛星の完成は、NASA ・エームズ研究センターによって行われる。2013年6月28日に、カリフォルニア州のバンデンバーグ空軍基地から離陸した、5機、スターゲーザーが、高度 12km の洋上から、 ペガサスロケットを発進させ、打ち上げに成功した。アイリスが投入された軌道は、年間8ヶ月の間、地球の影に入ることなく連続して、太陽を観測可能な太陽動期軌道である。打ち上げから21日目の7月17日には、望遠鏡のドアを開き、ファーストライトを迎えた。太陽観測衛星費の出及び、スッチュとも共同観測を行い、 異なる波長とスペクトルを同時観測することでコロナ加熱問題の解明を目指す。2015年には日の出との共同観測を国立天文台のスーパーコンピュータアテルイの数値シミュレーションにかけた成果として波動の熱化現場が捉えられたことが発表された。またコロナ加熱に寄与する別の要因として太陽の黒点付近より内部コロナに向け上昇する。 オタマジャクシのように細長い尾を引いたプラズマジェットが2019年に報告されている。アイリスの観測ミッションは2016年9月に2年間の延長が承認された。アイリスが搭載する紫外線望遠鏡は主鏡口径 19cm、焦点距離 6895mm のカセグレン光学系で 175×175 秒角の視野を持ち、 太陽光球の100分の一の領域を分解の0.33から0.4秒角の高解像度で撮影する。観測波長は円紫外線及び金紫外線の2バンドを持ち、合わせてドップラーシフトによる視線方向の速度変化を計測可能。ソーラーダイナミクスオブザーバトリー搭載の紫外線望遠鏡アイアと同じくスミソニアン天体物理観測所によって、 制作された。ありがとうございます。